ラジオネームヘンチャム、アルコ&ピースの平子さん、酒井さん、こんばんは。こんばんは。創刊32年のファッション雑誌、うん、キャンキャンに初めて男性の専属モデルが誕生したそうです。あと小笠原の海、新しい島が誕生したそうです。こんな偶然ってあるんですね。お二人も頑張ってください。なんかやっぱり、うん、こういう奇跡の星の中で俺たち自分自身が生かされてんだなっていうのは本当に如実にわかるエピソードだよね。そんな奇跡の中でさ今日もさ、みんなでやっていこうよ。やっていこう、頑張っていこう、ね、頑張っていこうよ。みんなついてきてくれよ。うん。2時間丸々。まあ1時間でお別れの地域もあるけど、うん、みんな最後まで楽しんでほしい。そうですね。さあ、今日も行ってみよう。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。こんばんは、アルコ&ピースの坂井健太です。ハッツアップ、アルコ&ピース、平子祐希です。ナイティナイさん、お疲れ様でした。木曜日のオールナイトニッポンゼロ、アルコ&ピースがお送りします。お願いします。はい。はい、このね、小笠原の新しい島、うん、さっき映像を見たんですけど、うん、すごかった。噴火みたいにしててさ。噴火して、うん、おこーって島ができたの。そう。漫画みたいな映像でしたよ。でっけえの。そんなに多分でっかくはないですけど、どんぐらい体育館とかそういうぐらい、あ、リアルに多分俺そんくらいだと思うんだよ、あの映像。ヘリコプターから撮ってるんですか、自衛隊の。なんか学校の体育館とかぐらい、それとも市民体育館。いや、その規模あんま違いわかんないけど、結構違う。直径 200? 直径200。市民体育館のあれだ、図書館とかついてるタイプのやつだ。結構大きい。じゃあ、ね、市町村のそのあのあれだわ。にょろりとした長さ、うん、結構長いの。なんかね、でも形はまだできたのよ。なんか丸っこい、こう形はまだできてないってなんていうの、なんか島の形はまだできてないってなんだ。まだモコモコしてんのよ、噴火してる状態なの。そう、見た映像、ね、お前の内面にできた島の話してるんだよ。違う俺の内面の島ってなんだよ。島が浮き出てるんだろ。浮き出てるの、浮き出てるんだけど形はないってどういうことだよ。見た映像はモコモコしてんのよ。わかんねえや俺それ。あれ見た方がいい、平子さん見た方がいい。モコモコしてんの。あのね、煙がまだ噴火してる状態だ。煙は出ても形はできてるだろって。 そのね、まだ完全に島でできましたっていう映像は僕見てない。完全な島ってなんだよ、お前のお前の言う完全な島って。で、あの島の誕生の途中、島誕生の途中かいや深く見てみよう。いや、すごいですよ、本当衝撃的だった。そう、はい。いや、もうそんなことより本日は、うん、ボジョレーの解禁ですよ。そうみたいですね。ねえ、ボジョレーね、今年の出来も上々なんじゃないですか。あ、そうなんですか。ボジョレー、ボジョレーの情報入ってますよ。俺らのボジョレー、俺らのボジョレーって何ですか。今年は結構いいんですか。いい年。あ、いい年、当たり年。ボジョレーの当たり年なんですね。毎年なんかそんなん聞くけど、今年もいいんですね。じゃあ、今年は本当、うん、あの七つ星の、うん、七つ星満点。ああ、満点ね。本当に。なんか100年に一度とかいろんなね、例えしますよね、あれね。10年に一度とかね。ああ、ね、本当にあれはね。いや、いいと思いますよ、うん、今年ボジョレー。なんかうん、あれですね、最近の出来事だと2013年、うん、ユーキャン新語・流行語大賞の候補を発表。おお、はい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 。今年は、うん、今でしょう。お、倍返し、うん、おもてなし、うん、ジェジェジェ、うん、完全にこれ平子無双っていう、もう時代の風向きが変わってきたなっていうのは自分でも感じてるよね。そうですね。じゃあその風向きいつ感じるの。今でしょ。やってくれんだよこれ、絶対やってくれんだよこれ。やってくれるんだと。そんな軽口を叩くやつは言われたら言い返す。倍返しだ。言ってくれんだ、やってくれるんだよ平子さんが。まあでもそんなこと言っても大事な相方だからな、うん、大事な相方には、うん、おもてなし、おもてなし。ジェジェジェ。そう、セットじゃないですよ。決まったな。決まりましたかね、オープニングね。マチッと。他にもほら、うん、もう今手元にね、うんうんうん、資料ありますけど、いろいろ ね、あ、今年ほんといっぱいいろんなのありますよね。大体でもバーっとこうして見るとわかるよね、うん、あ、これが今年選ばれるなっていうのは、うんうん、そうだね。まあスネップだろう。ちょっとスネップあんま聞いたことないですけど僕。スネップ、スネップか日傘男子、
あとは二刀流だな。あ、二刀流はね、まあ、聞きました、大谷投手ね。え、聞いたのこれ。二刀流は割とそうですね。あ、日ハムの新人のこと？そうそうそう。二刀流って。大谷くん、大谷選手のね。あ、そうなんだ。ガチの二刀流とかじゃねえんだ。違う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 。あの、投手も野手もやるっていうね。DJ ポリスとかもね、ありましたもんね。ああ。だ今年はこれ当たり年だよね。ね。だってビッグダディとかもあるけどさ、ね、これなかったらさ、今出しとかなかったら、フナッシーなんかもそうなんだよ。豊、ね、作ですよ、裸の美奈子もさ、普通だったらもうダントツじゃん、うん。もう頭4つ分ぐらい抜けてて。ここまでかな、わかんないけど。肌美奈肌美奈。あ、アベノミクスとかね。ああ、そうだよ。完璧入るもんね。うん、アホノミクスってありますけどね。いや、今年だいぶこれな、うん、俺でもこれをスネップへ選ぶ懐の深さちょっと見てみたいけどな。ユーキャンの懐の、そこの死ぬもん見てたな、ところみたいなところね。スネップ行ったよみたいな、みんなで国民で腰抜かすっていうのもね、ずこーなるでしょうね、日本中。あれ？景気上向きみたいなね。期待のもとで選び方ですね。ねえ、いいじゃないですか。はい、ということで、はいはい、うん、あの、今週の放送なんですけど、はいはい、ちょっとやろうと思ってることが、あります。あれ？酒井が主導の会、もしかすると俺とやろうとしてること一緒かもね。え？一緒の可能性あります？うん、僕は、ボブスレやろうかなと。ボブスレはやりませんね。え？ボジョレーが解禁なんで、それに引っ掛けたことをやっていこうかなと思ってるんですけども。違う。何？ボジョレー解禁じゃなくて、ボブスレー解禁なんですよ。はい、流行語大賞のノミネートが発表されたということで、それに引っ掛けたことですね。平子さん。何？ボブスレー。ボブスレーはやんないよ。いや、ボブスレー、ちょっとやりましょう。あのね、ただでさえお前主導の会でいい思いしたことないし、あと、ボブスレーをやる理由がないんだわ。いや、そんなこと。ボブスレー解禁に至っては、うん、何ボブスレー解禁って。いや、今ね、ボブスレーが結構来てるんですって。なんで？なんとですね、うん、25日発売のビッグコミックススピリッツから、うん、黒金ボブスレーってボブスレー漫画の連載始まるみたいなんです。黒金ボブスレーお前、ボブスレーだけでも結構黒金感強いのに、黒金ボブスレー。スピリッツでボブスレー漫画がとうとうですよ。いろんな漫画ありますけど。いや、こんなのお前スピリッツだから美味しんぼにすぐ弾かれて終わりだよ。いや来てる。だから大田区が取り組んでいる下町ボブスレープロジェクトがモデルなんですって。大田区が取り組んでんの、うん、なんだろうこれ。なんかあのソリみたいの作るあれなのかな。町工場で？町工場で。だから黒金なのか。あ、そうだ、ね。ボブスレーの本体を作る漫画なのかな。そうなのかな。いや、逆に、で、うん、まあ、なんでもいいんだけど、その、本体を作る漫画であろうがなんだろうが、うんうん、じゃあ、だからってことなのね。来年は何ですか、平子さん。ソチオリンピックじゃないですか。だから空前の、ボブスレーブーム到来。氷上の F1、 氷上の格闘技、ボブスレーブーム到来。来ないよ、ボブスレーブームは。ボブスレー、ちょっとソチオリンピック目指しましょうよ、僕らも。あのね、はい、火曜日にさ、うん、ここの作家の福田からメール来てさ、うん、クールランニング見といてくださいよって来たんだけど、はと思って。でも、俺もちょうど見たかったし。ね、何言ってんのか分かんねえけど、ビデオ屋行ってさ、うん、借りたんだ、うん、クールランニング、はいはいはい、まあ、久々って言っても数年ぶりだけどね、うんうん、僕も、はい、メール来ました。ああ、そうなんだ、はい、見たの。はい、見ました。あ、そう。今日来るとき見てきました。いやーまあ、うん、だからって言ってね、うん、例えばそのクールランニングって結構前だよ。そのなんかネタコーナーでもクールランニングうんぬんっていうのがちょっと来たのってね。だから理由がね、全然今やる理由がないのよ、うん、ということで今日のメールテーマこちらでございます。やんない。有楽町発のボブスレーチームを作ろう。はい、
い、クールランニング、ちょっとね、知らない方もいるかもしれないんで、ちょっと説明しますと、ジャマイカ生まれのボブスレーチームが、不可能だと言われながらもオリンピックに出場し、大貢献する映画ですが、好きでしょ、平子さん、クールランニング。いや、もう、ストーリー自体は好きよ。でしょ？もちろん、まあ、あんまりそんな嫌いって言われるようなストーリーじゃないけど、うんうん、要所要所のギャグは激寒よ。本当にあのアイスクリームの、 あの車の中入って、うん、入ってバーって寒さになられろって言ってバーって顔だけ出してドレッドヘアポキンってやるみたいな最高の僕だ。あれがマックスですからね、あの映画のボケの。はい、ということでですね、今日はリスナーと一緒に有楽町初のボブスレーチームを作りたいと思います。みんな驚くかもね、有楽町生まれのボブスレーチーム、信じられないかもね、有楽町生まれのボブスレーチーム。有楽町のボブスレーチームってそのジャマイクに比べたら本当弱いからね日本雪降るしおそらくあるし、いやいやいや、まだないはずですよ。有楽町のボブスレーチームはまだないはずです。いや、もうそれいいんだけど、うん、いいんだけど、やるのはいいんだけど、うん、どうせね、俺もみんなも分かってんだけど、その映画の流れと一緒でさ、うん、最後にレースやって、うん、ソリが壊れて、うん、転倒してみんなでソリ担いで、うん、ゴールするっていう、ああいう感じがやりたいんでしょ。で、なんか音楽流して感動のシーンみたいな感じで、あの4人乗りのボブスレーでそっちを目指したいんですけど、メンバーが僕と平子さんしかいません。すげえ虫だなのでリスナーのあなたから次戦他戦は問いません、このチームのクルーになりたいという人からのメールを募集します。お願いします。俺は乗らないからね、それには。え、だって最後にソリ壊れるもん知ってるもんだって。ああ、じゃあまあ平子さん監督やってください。監督はやらないよ。いや、監督、平子監督で、そこはじゃあ。なの20年前金メダル独占してたの。不正もして。ああ、不正して。だから僕とあと3人のクルーが必要ということで、ボブスレー未経験でも大歓迎あの監督もなんでその後ジャマイカ来たかの説明とかしてねえんだよな。ちょっとその辺のあれがあれですけど、ボブスレーで措置を目指す熱い気持ちがあれば誰でも OK です。クルーになったらどんなことができるのかを書いて送ってください。ただ足が速いとかね、頭がいいとか何でもいいです。それで集まったってさ、うん、ボブスレーはこういうスポーツだっていうスライド見せて結構転んだりして危険なスポーツなんだって分かって電気つけた瞬間みんないなくなってるって、あのボケね、あの面白くね面白くねって言うな。間とかすげえ悪い笑いどころみたいなやつなんだろう。誰も来ねえと思ったら一人入ってきてわけわかんない流れになるしあれ説明会はまだかみたいな変なタイミングで入ってくるはい、ということで皆さん送ってください。メールアドレスはすべて小文字で ap@allnightnippon.com ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースの頭文字を取って AP となっております。はい、そしてこのアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロはスマートフォン向け放送局 NOTTV でも有楽町日本放送のスタジオ映像とともに同時生放送でお届けしています。 NOTTV ではこのオールナイトニッポンゼロの再放送も行っています。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロは来週火曜日の午後2時からスマホで見るオールナイトニッポン、詳しくはノッティービーの公式ホームページをご覧ください。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です、はい、メールが来てます、うん、ラジオネーム鶴見ロビンマスク、坂井よ、うん、ボブスレーだけに滑ってんぞ来てるぞお前これいやいやいや、そのメールの方が滑ってるでしょ。いやいやいや、お前。いや、違うよ、全然。そういうことじゃないよ。お前、そのボブスレーの。だけに滑ってるわ。ちょっとひどいな、らしくねえな。らしくねえよ、お前。いやいやいや、ダメだ、お前。謝れよ、お前。だけに滑ってる。鶴見ロビンマスクに謝れよ。ボブスレーだけに滑ってるはないな。お前、やめ、鶴見ロビンマスクに謝れって。鶴見ロビンマスク、ちょっと反省しなきゃダメだな、このメール。酒井、お前、鶴見ロビンマスクに謝れよ。鶴見ロビンマスクらしくないなぁ。いや、そう、ボブスレーだけに滑ってるって、それみんな一瞬浮かぶけど、やっぱ、消すもんな、消しゴムで一回。それ送っちゃうかぁ。そっかぁ。まあ、
まあ、ここは多少境に分にがあんのか多少な。ちょっとな、これはちょっと。64で境に分にが、部があんのかな、あ、 あるかもしんねえぞ、これは。俺も言い過ぎてんのかわかんねえけど、どうなんだ。まあ、それは徐々に、うん、徐々に。お互い、そう、うん、お互いね、徐々に。徐々にやっていこう。うんうんうん、すぐには結果出ないから。伸びますね。うん。OK, OK. まあ、でも多少境に部があんのかな、あるか、まあ、今分かんないけどな。うん、こっからどうなってくるか。いや、でも全然俺はいいと思う。うん、まあまあ、うん。早いよ、すごく。速さは確かに、うん、すごい。速さはすごいよ。反応は早い。ボブスレーだけにな。どうだ。これは道徳の教科書に載ったフィンガーボールの話に似てねえか。ちょっと分かんないですけど、フィンガーボールの話。こうやって、客人が恥をかかぬように、まず俺側から、迎える側から、まず恥をかくっていう、道徳の教科書に載ってた。そうか。そうだよ、お前。すぐにロビンマスクもそのつもりだったのかな。試してたんだよ、お前。そっか、試されてたのか。そっか。試される大地だな。反応ミスってたから、ね。ボブスレーだけにな。もういいよ。ボブスレーだけにもういいよ。まあね。メール来んのかな、これ。いや、来ます来ます。大丈夫です。大丈夫ですか、大丈夫です。本当ですか、はい、はい、今日は有楽町初のボブスレーチームを作ろうと題してメンバーを募集しております。うん、みんなでソチオリンピックを目指しましょう。うん、僕、酒井はドライバー。あと決めなきゃいけないのはセカンドマンとサードマンとブレーカー。それわかんねえからさ。4人でね、決めていきましょう。あと3人。メール来てんの？え、来てます、来てます。ガンガン来てます、神奈川県相模原市、ラジオネーム、田村 R、うん、漢字検定2級持ってます。あら、ボブスレーも漢字で書けます。よろしくお願いいたします。ボブスレー漢字で書けるのはこれ海外で受けそうだな。外国人の方は喜びそうだな。いいんじゃない。 T シャツとかそういうこと、うん、T シャツとかもね、作れるし、チームの T シャツとか。これいい、いい線ですよ。いい線いって、うん、取っとく、うん、ちょっと取っとこう。うん、じゃあ、はい。それいいな、うん。渡すよ。うん。田村あるね。田村あるいいんじゃない？漢字検定はやっぱいいよな、やっぱ。日本人として。うん、じゃあ、まあ、次行くよ。わ、うん、かんないけど、そういう。ビジネスシーンでの考え方なのかな、うん、今のは。そうそう、そっちもあるの、そっちもあるから。ボブスレ、今、こう、うん、まあまあいい、スポンサーとか大変だし。うん。うん、続きまして、東京都ラジオネーム、紅茶は水代わり。うん。僕の履歴書の職歴の欄が空白なので、うん、ボブスレーチームに入りたいです。ああ、職歴と捉えるとアウトだな。え、なんで？職歴と捉えるか、ボブスレー。そういうことじゃないんだよな。まあ一応オリンピック目指すにしても、うん、まあボブスレーにプロもあるじゃない、うんうんうん、ゆくゆくはね、うん、そういう流れもあると思うし。ただ職歴っていうとちょっとごめんなさい、違います。もっとなんかこう夢とかさ、なんかそういう、そこはなんかオリンピック精神に乗っとってんの、乗っとってほしい。職歴っていうとごめんなさい、違います。それこういうの弾いてたらほとんど残んなくない。いや、大丈夫大丈夫、 もっと来るから大丈夫。うーん、まあいいよ。そういうことじゃないんだよ。あ、北海道からだね、うん、北海道いいね。ラジオネームバスケットカウント。北海道だけでもいいよ、もう。俺、うん、ちょっと短気です。一回ブチ切れて、チームが揉めて、その後に仲直りして、チームの結束固まる、みたいな展開作り出せます。メンバーに入れてください。おー、そいついるとストーリー性出てくるな。ストーリー性、山場が、山場作れるから。山場。うん。中盤の中だるみんとこで、そいつが山場作ってくれる可能性あるからね。カメラ回すの？いや、カメラは回さないけど、いや、それいいな。北海道出身っていうのも、一つ、乗っかってるしな。ザ・ノンフィクションみたいな展開にしてんだろ。違う。取っとくじゃん。うん、それ取っとく。バスケットカウントいいな。そっか、北海道か。出身地はまあ別にあれだけど、うん。雪に強いっていうのは大事だから。雪に強いかどうか、うん、まあ。東京都江戸川区、うん、ラジオネーム、小ガラス丸。ボブスレーチームに推薦したいのは、うん、雪国生まれのグレイです。グレイなら、資金提供的な意味や CM などで抜群の効果があります。ただそうなると、拓郎と酒井のどっちかが抜けなきゃいけません。うわぁ。あ、そっか。グレイは何人だ？グレイ4人です。4人か。テル、拓郎、久志、次郎。4人。あ、空で結構言えるもんなな、お前。4人だからな、そっか。まあ、うん、これ4人丸々グレイで行っちゃうか。
いや、それはダメですよ。それはやっぱ、ケンタがやっぱりドライバーで。ケンタ、はい。え、なんかそれ、あれなの？タクローみたいにあの、アルファベットでケンタみたいな感じでやってんの、はい、ケンタ。ドライバーケンタ。ドライバー。じゃあ、グレイから一人引き抜くとか？そうなると、グレイ、喧嘩しそうだから、ちょっと。喧嘩？仲悪くなるのは嫌だからな、グレイが。うん。だから、ちょっとそれないな。ない？うん。ひさしとか、なんか一番前とかできそうじゃね、わかんない。イメージだけどね。あ、なんとなくな。うん。なんとなくできそう。風、すって。続きまして、千葉県ラジオネーム、和田さんの脱ぎたてパンツかぶりたい童貞。うん、僕、入りたいです。うん、特技は、ボイスパーカッションなので、いいね、滑ってる時に、マリオがスター取った音を奏でて、無敵になることができます。あ、ボイスパーカッションでも、さもスター取ったような感覚になれるってこと、俺らが。うんうん、チームが。そうそうそう。あ、それいいな。いいか、これ。だったらグレーのがよくねえか雪国だし。だから、でも、気持ち大事だから、やっぱり、その、錯覚させてくれるってさ。あ、勢いを。そうそう。それ大事だからな。ボイスパーカッション、あの、マリオのスターの音って、ボイスパーカッションみたいな音だっけ？てて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 。え？ボイパで？そのまんま邪魔だ、うるせえなってなるな、うるせえなってなるな。そうだろう。そうだ、ちょっとダメだなそれ。思ったよりは結構審査厳しいんだね。いや厳しい厳しい。もうちょっとなんか軽くちょちょちょって決まっちゃって。あ、もう全然全然ちゃんとすぐレースかと思ってたわ。全然全然全然。世田谷区ラジオネーム豆山瓶。僕は運動神経もないし、体も大きくないので、うん、選手は無理かと思うので、うん、試合後の飲み会の幹事をやらせていただけませんか？僕にかかれば、90分飲み放題2500円のコースを値段そのままで3時間にすることなんて朝飯前です。いや、これね、これは俺から言わしてもらうわ。こいつ、こういうやつ危ねえぜ。危ない。ああ。作家の補助やってる畠山がこういうこと言うんだよ。で、ろくでもねえ店連れて行くから、こういうやつって。俺一回痛い目あってんだよ。ああ、じゃあ危ねえな、そんなの。そっちでも探してくんねえかな、なんかちゃんとしたとこ。こういう、もう、90分飲み放題とか、うん、コースとか言ってる時点で、ちょっと危ういから、感じて、感じって。まあな、そこはあるな、確かにな。ああ、ちょっとダメだな、これ。豆山瓶。惜しいんだけどな、ちょっと、そういう。惜しいか、うん、そういうポジションのやつもいてもいいと思うし、俺は。これ惜しいって言ったら、次、いや、ほんとほんと。こういうやついてもいい。読めなくなってくるんだけど。盛り上げ役みたいのいた方が絶対。まあまあまあ。そうそうそう。チーム盛り上がるから。なるほどね。うん、はい、ということで、引き続きあなたからのメールをお待ちします。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。ちょっと結構ガチっぽいんで。うん。まあ、ガチっぽいメールでもね。そうですね。はい。酒井、今日の夕飯は何食べた？かき揚げそば。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。それではこちらのコーナーに参りましょう、うん、相棒アンドロイドごちそうさん。こちらのコーナーは我々アルコ&ピースがドラマアンドロイドごちそうさん相棒どれにでも出演できるような役者になるためのコーナーです。どんなアンドロイドが何をしてごちそうさんしたのかを送ってもらっています。はい、はい、それでは早速参りましょう。神奈川県ラジオネームゴルゴ31。ルパン三世アンドロイド。崖の上から転落するも空中を平泳ぎしながら元の場所へと戻り、ごちそうさん。あるね、あるある。小さい頃本当にできると思ってたもんな。あるな。福岡県ラジオネームポンス。かまってちゃんアンドロイド。うつむきながらため息をついていると、どうしたのと話しかけられて、ごちそうさん。してやったりですね、これ。ツイッターでもいるもんな、そうやな。続きまして、ラジオネーム、ベンチウォーマー中山。オーストラリアではモテないオーストラリア人アンドロイド。六本木にいる日本のバカ女を見て、ごちそうさん。本当にいいんだろうな、そういうやつ。これ本当だからな。ね、すげえな。だよなぁ、こういうのなぁ。選ばねえとなぁ。ほんとだわ。こっち側からだってさ。ラジオネーム、カラスくん。
お母さんの作った晩ご飯を食べるアンドロイドも、なんだよコロッケかよと思って口にしたらカニクリームコロッケでごちそうさん。嬉しい誤算のやつな。ラッキーってやつ ね。あの時のトロッとした感じほね、あるあるだねこれね。食べたくなっちゃったな。神奈川県のラジオネーム、はしごだるま。車を止めて中からドアレバーに手をかけるアンドロイド。細い路地の奥から自転車に乗ったジャッキーチェンがやってきたので、タイミングを合わせ、せーの、はいごちそうさん。あいやせーのでやってんだあれ。息合わせてんだねあれね。千葉県ラジオネーム、カニとアナゴ。コンビニの店長アンドロイド、ジャンプを仕入れた瞬間に一目散にごちそうさん。まあね、まあね、そうだね、ジャンプはね、そうでしょう。うん、ラジオネーム、ベンチウォーマー中山。高橋ジョージアンドロイド、カラオケボックスを片っ端から訪れ、歌われた曲の履歴をチェックし、ごちそうさん。歌われた分 ね、歌手には入ってきますもん ね。ごちそうさんだよね。いや、歌ってるでしょうね。廃れませんから ね。高橋ジョージアンドロイド。高橋ジョージでいいじゃん。ね、ラジオネーム、ハンマユージ。昔のナイジェリア代表の監督アンドロイド。快速ウィンガーのババンギタが上げたクロスボールに、ゴール前に張っていた長身のカヌーが相手ディフェンダーと競り合い、ボールはこぼれ球に。そこへ走り込んできたのはオリセイ。ごちそうさん。強いミドルあるからね、オリセイ。これカヌーが手に入れた後のパフォーマンス好きなんだよな。あのアトランタのやつね。手こんなんやって走る。よく知ってますね、それ。俺それだけすげえ頭に焼き付いた。ああ、わかる。なんでか知らねえけど。わかるわかる。サッカー詳しくねえのに。カヌーのゴールの後の。あったね、それだけ。金メダル取った時だ。ああ、懐かしいな、その。セクシーポーズみたいなするんだよな。やるやる。続きまして、練馬区ラジオネーム、クラビット。お留守番中のマコーレカルキンアンドロイド、玄関のチャイムが鳴り、はいごちそうさん。危ないですよ、玄関のね、あの取っ手の回すとこは、ね、キンキンに熱されてますからね。神奈川県ラジオネーム、はしごだるま。人生で一度だけ強力なエネルギー弾を放つことができるアンドロイド、どうせならまとめて吹き飛ばしたいと思い、須藤元気率いるワールドオーダーのライブ会場へ。曲中まるで千手観音のようなパフォーマンスを見せ、はい縦に並んだごちそうさん。俺前エグザイルの縦になった時やったじゃねえかよ。ダメだよ、人生で一度だけだろ。なんでワールドオーダー吹き飛ばす必要あんだよ。はい、神奈川県ラジオネーム、はしごだるま。川崎さんアンドロイド、川崎さん今は息子さんは、あいつはもう何やってんだか分かんないね、東京へ行ったきり連絡もろくに来りゃしねえよ。まあまあ頼りのないのはいい頼りって言うじゃないですか、きっと元気にやってますよ。あんな息子くたばっちまえばいいんだよ。まあまあ、あれ今テレビに映ってるの川崎さん家の息子さんじゃないですか。ねえ、なんだって、本当だ、全く連絡してこねえと思ったら芸人なんかやってたのか。まあでも元気なら安心したわ。たくバカ息子は何が BKB だ。元気でやれよ。ごちそうさん。バイクか、朝日バイク。お父さんの。神奈川県ラジオネーム、ゴルゴ31。一日だけ勤務確になることを許されたアンドロイド、いつも通り草野球をして楽しく過ごし、ごちそうさん。あえてね、いつも通り。
引き続きメールを募集します。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。メールの書き方は何々アンドロイド何々でごちそうさんでお願いします。懸命に相棒と書いていただけると助かります。アルコ&ピースの坂井健太です。平子祐希です、はい、さあ今日は、有楽町発のボブスレーチームを作ろうと題してソチオリンピックに出場できるメンバーを探しているんですが、うん、とりあえずメンバーは揃ったの？今んとこバスケットカウントと田村 R が一応揃ってるんですけど、うんうん、ちょっとあの時間がないんで、ひさしをグレイから、はい、選抜しまして、とりあえず、一応決定、今のところ決定なんですけど、メンバー僕酒井、セカンドマン、田村 R、漢字も書ける漢字も書ける田村 R、そしてサードマンですね、サードマンがちょっと短期で山場を作るバスケットカウント、でブレイカーに久し一応こういう感じで一応バランスだけは見て一応メンバーは選びました。はい、まあ、最強、今んとこ最強じゃないですかね。だから今んとこ最強、今んとこみんな驚くかもね、有楽町生まれのボブスレイチーム、みんな驚くかもね、有楽町初のボブスレイチーム、っていう感じでやってますけど何一応まあ今んとこ今週これで終わりなの？頭1時間平子さん、何ソリがないじゃないですか、ソリが。ソリがなきゃレースできないでしょ。なんで笑ってお前も。俺バカ、なんで俺をバカにされてる。今、ソリがない状態でどうするんですか。ということでですね、後半は、リスナーと一緒にボブスレーのソリを作りたいと思います。ソリにどんな機能をつけたらいいか送ってください。一緒に最強、最速のソリを作りましょう。いや、作りましょうじゃなくて、ボブスレーのソリはソリじゃん。ボブスレーのソリは、ソリですけど、うん、そこにどういう機能をつければもっと早くできるのか、うん、ほらクールランニングでもやっぱり最初はほら練習用のボロボロの、それでもやっぱりペイントとかするだけでも違うし、いやそれはまあいや分かんない、俺も何言ってるか分からない、ラジオのボブスレーだから、うん、ソリはあるものとしてやっていけばいいんじゃない？俺笑っちゃいい。ラジオのボブスレーってなんだ？だ, だからソリはあるものとしてやればいいんじゃないの？作るとか機能とかじゃないんじゃないの？意見を聞きながらちょっと作っていくっていうことです。あ、はい、そうですか、わかんないですけど、まあまあ、はい、はいはい、ということで、うん、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、この時間で一部の地域の方とはお別れです、うんうん、1時間お付き合いいただきありがとうございました。聞ける方は引き続きお願いします。もうメンバーはいいの？メンバーとりあえずこの感じでいこうかなと。まだちょっと引き続きちょっとメンバーの方もメール送っていただければ助かります。募集しながら、そうですね、最強ではないんで、今のところちょっと妥協案になってるんで、あ、まあグレーでもね久しだけかどうかわかんないからね。そうですね、まあまあとりあえずお願いします。はい、はいはい、ここまでのお相手はアルコ&ピースの坂井健太と平子祐希でした。クーラリのスマートフォン向け放送局ノッ TV、 スタジオのライブ映像とともに同時生放送中、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、時刻は4時になりました。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしています。はい、今日は有楽町発のボブスレイチームを作ろうと題してメールを募集しております。はい、メールが来てます。はい、ラジオネーム眺めのいい部屋、今 Google でクールランニングと検索したら、第二検索ワードに最高の映画と表示されていました。二人がふざけて褒めているのかと思ったら本当に評価されているんですね。舐めててすいませんでした。いや、それは最高の映画ですよ。いや、最高だよね。うん、ただまあ笑いどころの寒さたるやですよ。それはまあな、ちょっと否めないな。でもそれは補ってなおあまりあるってことですからね。そうだね。はい、もう一回来てますね。神奈川県ラジオネーム落合のダッチワイフ、どうでもいいんだけど、途中酒井ちゃんが歌っている歌の、有楽町ってとこが早口なの、腹立つからやめてな。いやいやいや、いいだろう。いいだ、早口になっちゃうよ。字余りになってんだろ。ちょ、もう一回軽く歌ってみ。みんな驚くかもね、有楽町生まれのボブスレーチーム。あ、
俺不思議だけど俺はそんな腹立たねえな。わかんだけどね、腹立つ人は腹立つだろう、うん、腹立つのかやっぱり。俺そこは大丈夫だわ。はい、あ、メンバーの、メールメンバーね、まだ。ラジオネーム、うん、ベンチウォーマー中山、うん。有楽町生まれのボブスレーチームには、うん、反町隆史と竹内豊を絶対メンバーに入れるべきです。エンストした車を二人で押す姿は、ボブスレーのそれに近かったので、かなりのポテンシャルを持ってるはずです。何よりイケメンじゃん。地味な競技だし、花は必要だと思います。確かにビーチボーイズね。ねえ、二人で故障した車、ずーっと押してな。あったね。行ったもんな。あるもんね。クールランニングでもそういうとこあるもんね、そうだよね、シーンね。うん。そっから来てんのかな、どうする、あのシーン。いいな。一応そのサブとかに入れとくか。ちょっと、うん。後で。補欠で入れとこう。ソリマチ。誰か、あの、ほら、後でどうせ、ソリ壊れるんだろうから、うん、その時ね、怪我したりしたら、誰か変えるとかね。うん。そうだね。そういうこともできますから。いいね、いいね。入れとこう、入れとこう、うん。いいね、メンバー結構来てるな。うん。ん？冒頭の鶴見ロビンマスクから、メール来てるけど、どうする、読んでいい？あ、読んどく。鶴見ロビンマスク、うん。さっきは、ボブスレーだけに滑ってるって言ってすいませんでした。うんうん、酒井さん、うん、俺、ボブスレーがやりたいです。いや、これは、入れてあげなきゃいけないんじゃないの？ダメだな。やっぱ傷は深いよね。やっぱオープニングの、補えねえな、それじゃロビンマスクちょっと無理だよ、それじゃ入れると思ってると思うけど、これで入る流れだと思うんだけど、ここあえて厳しくしてもう一回出てきてほしい。いやー、お前これ今切ったらこれスラムダンクでも途中で終わっちゃうよ。いや、これはあえて厳しくちょっと。いや、サブに入れるとかさ。うん。いや、ボブスレーだけに滑ってるやっぱりね、残るもん。そんな根が深いか。いや、あれは厳しいぞ。あのメールはきついぞ。滑ってんもんだって、あれが。いや、ごめん、鶴見ロビンマスク、うん。あの、もう一回こう、這い上がるところを見たいらしいんだ。うん、そうそう。これ、あの、切っちゃうとかじゃなくて、もう一回這い上がってきてほしい。そう。一回落として、ちょっと。いや、一回さっき落としてからさ。あの落としじゃまだ足んねえからな、こいつ、多分。もう一回落とさないと、こいつ多分足んねえわ。いや、鶴見ロビンマスク、俺はちょっと、うん、もう一回這い上がってくる、うん、鶴見ロビンマスクは見たいな。そうでしょ？俺も見たいもん、うん、もう一回這い上がってくる。だから、あえて落とすのよ、ここは。厳しいなぁ。うん、やっぱそれ、平子さんもやっぱり監督としてのちょっと自覚も持ってほしいし。あ、そっか、俺監督だったんだ。そうだ。忘れないで監督だから。あ、そう考えるとちょっと、うん、ここは、うん、ガンと、そうそうでしょ、うん、そう。一本筋を立てないといけない部分は出てくるかもな。そう、やっぱりそこ厳しくしないと。うん、まあでも、うん、とは言いつつも、うん、まあ、クールランニングのパロディなんで、うん、まあどうせ最後はストーリーが壊れて担いでゴールなわけでしょ。だから、これ俺思うんだ、メンバーが誰かとか関係ねえと思うんだよね。いや、そんなことはないですよ。今、ソリーもなんかメール募集してっけど、うんうん、だって壊れるんだからさ。いやいやいや、そんな意味ないから。ソリーも来てないですか、ソリー。ソリメール。ソリメールって、ソリメールってお前、カナダのラジオじゃねえんだぞ、お前。ソリーのさ、あ、来てるかな、あ、うん、来てますね、うん、神奈川県ラジオネーム、地球の明日。とりあえず、先端に角みたいなやつつけようぜ。うん、カナダのラジオじゃんから、もう。いや、あの、すごい。ソリっていうか、これ、ソリじゃん。そうだね、なんか。どうすんのこれつけんの？いや、いいと思う。なんか、邪魔になんなくて、ちゃんと。邪魔になんなくて。そう、空気抵抗がなくて、こう、早く進みそうじゃん。角？角が。これ、トナカイみたいなやつ、鹿とかそういうやつの、あの、立派な角だろ？あ、そっちか。そっちか。なんか先端にこう、角、細長い角かと思ったけど。いや、違う、これガチの角だよ、多分。あ、じゃあいいや。それならいいや。ガチの角か。ガチの角ならいいや。なんか、でも、あの、ブルホーンみたいなやつだったらいいんじゃない？あー。バイソンみたいな、こう、中心にグッてこう、鋭角に、円を描いてる。ああ、
それだったらいいのかな。あったらちょっと、いや、俺乗っちゃダメだな。いや、平子さんも監督だから、それはさ。あ、まあそういうのもいいか。俺ちょっと一応保留しといてくれよ、ね、うんうん、ちょっとマジでレース楽しみだ。これメダル狙えんじゃないですか、これ。いや、そっちに向けて。いや、どうせあの最後壊れるんで。いや知ってるんで。まだまだありますから。まあどうせ音楽流れながらね、うん、やっていくんでしょ。うん、はい。まあ、そういうことで、引き続きソリメール、うん、ソリメールね、メンバーメールもお待ちしております。お願いします。それではこちらのコーナーに参りましょう。ドクデロリアンの準備はいいかい？オーケー。それじゃあタイムトラベルだ。アルコ&ピースの1週間。すごいな。はい、こちらのコーナーはタイムマシンで未来を見てきたあなたから、アルコ&ピースは放送日翌日からの1週間どんな感じになっているかを曜日別に送ってもらっています。さあ、それでは早速参りましょう。千葉県のラジオネーム、プレッシャーバースト。金曜日、平子。町外れにいるお地蔵さんが退屈そうに見えたので、ヘッドホンをつけて DJ オズマを聴かせてあげる。なんで DJ オズマなんだよ。聴かせてあげるじゃない。続きまして、ラジオネーム、たけみ。金曜日、平子。来年は変なおじさんの格好で東京マラソンを走ってみようかなという考えが一瞬よぎるが、すぐにいや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 という。いや、というじゃない。じゃあいいよ、この報告。ラジオネーム、ギリギリおにぎり。土曜日、堺。どこからか映画ジョーズの BGM が聞こえ、音がだんだん大きくなった後、何も起こらない。怒んないんかい。怒んないんかいって言うわ。BGM のあんま知らねえとこまで行っちゃってね。そんでも何も起こんなくて。この BGM、中盤とか意外といい音楽になったりするのかね。B メロとか C メロ。ね、全部聞いたことねえから。わかんないけど。ラジオネーム、たけみ。土曜日、堺。下から飛んできた鳥の糞が顎に命中し、なんで？って言う。はあ、言うな。でも、南国とかの鳥でそういうのいそうだね。下から上に出す、そういうなんか夜中やってるアーカイブみたいなやつに出てくる珍しい鳥とかね。愛媛県ラジオネーム、レインメーカー。日曜日、平子。家族とスーパーへ買い物へ行くと、マグロの解体ショーをしていた。試食用のマグロが配られていたが、平子の前にいた悪気のないパンチ佐藤に残り全てをごっそり持っていかれるが、平子は何も言えなかった。ちょっとそうだな。俺でもこういう時言えないんだよな。あ、別に法を犯してるわけじゃないしね。まあね、そうだね。あれ、子供もいるんで、うん、一かけ譲ってもらえますか。マグロ。ちょっと言いづらいもんな、そういうのが。神奈川県ラジオネーム、ゴルゴ31。日曜日、堺。頭にトイレのすっぽんを装着し引き抜くと、頭皮が根こそぎ剥がれ、茂木健一郎に脳みそを直触りされる。いや、状況。なんで茂木さんいんの。なんです。あの人別に脳みそで直で触る人じゃねえからね。石川県ラジオネーム、餅の食べ方は安倍川餅に限る。月曜日、堺。目を覚ますために収録に行く途中のタクシーの中でミントガムを噛むが、予想以上にミント力が強くてびっくりし、座席で跳ね上がって天井に頭を打ち、運転手のおっちゃんがウップスとつぶやく。全然なんかしんねえけど、ハワイにこういうつまんねえアニメありそうじゃない。ありそうだな。名古屋市のラジオネーム、生きている犬や猫。月曜日、ぶどう。司会者の用なしから、今日のゲストはマスカットでーすと紹介され、いや、色が違うでしょと突っ込むもさらっと滑る。後日、後輩のザクロに、洋梨の間が悪いんだよなぁと愚痴るも、そういう話やめましょうやと豪快に流され、シュンってする。何知らねえよ、この何これ果物一週間。
世界観すごいな。いや、まあ、見え、なんか不思議と見えるけど。続きまして、ラジオネーム、狭間。火曜日、堺。テレビ局ですれ違った松田翔太に、ヘアジャムじゃないと言われ、弾き飛ばされる。いや、別に。弾き飛ばされるって。あの CM も別に弾き飛ばすっていうかね、うん、選別してるだけでしょ。そうだね。弾き飛ばされなきゃいけないんだ。ラジオネーム、ギリギリおにぎり。火曜日、平子。アマゾンで5000円のリュックを8000円で買う。なんで？いや、店も言うだろう。多いっすよって。さて多いっすね。続きまして、ラジオネーム、シナチクメンマ。水曜日、キラコ。ゲイリー佐藤によりバレエの才能を見出され、河合俊一や大林素子も絶賛する選手に成長する。しかし、ノブコフ205は批判的である。いやこの、ノブコフ205俺、うん、そんな知らねえし。わかんないけど、いたね、ノブコフ205っていう人。なんでこういう言い方を、これ自分発信じゃないの？その曲側発信。うん、多分そうだと思う。本人からの苦情入んねえのかね。あれ、あれやめられます？遠回しな。滑ってますよね。広報経由で苦情入んねえのかな。何？ 205 って身長なんかね。あ、身長みたいですね、確か。まあまあ、だからつって知らねえよ。続きまして、北海道イエローサブマリン。木曜日、堺。買おうかなと思っていた曲の名前が思い出せなかったので、スマホの鼻歌検索機能を使い検索してみると、その曲は、仲間由紀恵 with ダウンローズの恋のダウンロードですか？と言われる。あ、いや、検索。ああ、そうだそうだそうだ。あるね。そんな昔じゃねえのに、懐かしい感じ。ね、懐かしい感じするわ。あったわ。ラジオネーム、ポコピン。木曜日、堺。罰ゲームで、いつものように平子に肩パンするが、平子は肩に鉄板を仕込んでおり、拳を骨折。酒井は痛みと怒りで混乱し、左手で壁を叩くが、またしても拳を骨折。結果、両拳を骨折してしまい、日本放送内で杉内と呼ばれるようになる。杉内ね、そう、やっちゃったんですよ。ベンチ、悔しくて、途中で降板して、うんうん、ベンチ、バンバン、バンバン殴って、骨折して、その年はもう絶望。両手？両手だったかな。利き手で左手だったと思うんだけど。何をしてそんな悔しがったの？いやもうね、めっちゃめちゃ打たれたんですよ、その日。おう、ホークス時代だと思うんですけど。あ、じゃあなんか審判のミスジャッジとかじゃなくて、あ、全然もう自分の不甲斐なさでベンチパンパン殴って、おう、でその年絶望を罰金何百万とか確か。うわ、最悪ですよそんな。それなんか殴ればちょっと悔しがってんなっていうので、うん、多少多少多めに見てもらえるみたいな、俺が小学校の時1年だけやってたキーパーみたいなもんだったわ。そんなんじゃないですね、もう。ゴール入れられた時、手袋外して、いってーっていうふりして、父兄の人が、監督は平子変わるかーって言って、うん、俺は大丈夫です、やりますって言ったら、父兄が、平子くんナイスファイトって言って。そういうやつじゃないやつ、ガチなやつ、これ、杉内のやつ。はい、ということでこのコーナーではタイムマシンで未来を見てきたあなたから、アルコ&ピースが放送日翌日からの一瞬間どんな感じになってるかを募集しております、はい、メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に一週間と書いていただけると助かります、はい。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい、今日は有楽町発のボブスレーチームを作ろうと題してメールを募集しております、うん、ちょっとあのメンバーもそろそろ決めなきゃいけないんですけど、そうですね、うん、まあ、あ、メール届いています。ラジオネーム、チップジョン。久志のベースがレースの接触でズタズタになると思うので、うん、替えのベースを積んでおく必要があると思います、うん、っていうか久志がいると正直めんどくさいですね。久志省かない？
鶴見ロビンマスクとメンバーチェンジしない？ああ、そうか。でもそのメロ一個間違え、キサシギターだな確か。あとホースをレースって書いてあるんだよ。間違えた。ベースはジローじゃなかったかな確か。あ本当？あジローがベースか。そうなんだよね。これチップジョンやらかしたな。やらかしてるやつばっかだな。ちょっとこれコースに寝せるかチップジョン。静岡県ラジオネーム毎日焼きそば。ボブスレーの4人乗りのソリの規定は、うん、長さ 3.8 メートル、幅 0.67、うん、重さソリと選手を含む630キログラムだそうです。これを踏まえてご検討ください。あ、そっか、総重量も決まってんだね。ソリと4人の選手を含めて630キロじゃないとダメなんだ。ああ、そうか。そうだ、思い出した。最後こう担いで持って歩いてる最後のそれでもゴール直前のシーンで、うんうん、あソリこんなでけんだってそこで初めて思った。そうだね、あれ思うね。そっか、これあんまり体重重くてもダメだ な、ね、これちょっとあれだな。じゃあさっきのさ、うん、ほら鶴見ロビンマスクの体重次第だな。軽けりゃちょっと ね、 そうだね、考えてあげてもいいかもしれない。確かに。鶴見ロビンマスクちょっと急いであの体重ちょっと送ってきてくれよ。チャンスだからさ。数字ボケかなこれ、難しいぞこれ。続きましてラジオネーム木綿豆腐、うん、ウォシュレット機能をつけたらいいと思います。ああそのまそのまんまですね、ウォシュレット機能ね、うん、それはどうだろうな。でもあっても悪くないな、ウォシュレット機能。まあこれだってさっきの、うん、鶴見ロビンマスク系のメールじゃね。いや、え、鶴見ロビンマスクももう一個ひどかったな。これはこれで、うん、ウォシュレットはあっても困んねえな。あ、そう、うん、一応今んとこ、うん、角がついててウォシュレットついてる。ああウォシュレットね。なんかド変態のド変態のベンチみたいな。山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。とりあえずボブスレーの後ろに浜崎あゆみのロゴマークのステッカーを貼って大音量のスピーカーを乗せておけば超活かしてると思います。うわガンガンの。これはコース見守ってる人の場所によってね、うん、あのドップラ効果みたいな。イベートたちはダッセーダッセー。なんかレッドブルのレースみたいな。コスプレのな、あの坂道ガーッと下っていくだけのすげえテンション高いやつだろ。CM でやってる転げ落ちるけどそんでも楽しいみたいなね。ラジオネーム、千葉県ラジオネーム木綿豆腐。毎日毎日同じソリだと飽きると思うので、うん、可愛い柄で着せ替えができるようなカバーを作ったらいいと思います。可愛い柄で着せ替え、どういう感じだろう。まあなんだろう、まあヒョウ柄とかね。あそうか。あとはなんかこう着せてるけど、うん、なんかその着せてる様がもう人形みたいに見えるみたいな、あの犬に着せる服みたいなね。そういうのあってもいいな。いや、スケルトンみたいなのもあっても。スケルトン、うん、え、スケルトンはカバー、スマホカバーみたいな感じになるでしょ。だから全部、こう、座ってるとこも全部丸見えの。それ、機能、ああ、うん、まあまあ、あってもいい。それは飽きるからね、どうしても。あまあまあまあ。カラーとか、うんうん。すぐ割れるぜ、それ。スケルトンにしたら。まあ割れてもいいんじゃないですか、別に。また付け替えで別にやるわけない。京都市ラジオネームウイロー。ボブスレーの先端から常にローションが吹き出している状態にすればおのずとスピードは出ると思います。それすげえな。これいやもうすでに氷で結構滑るから、逆にどうなの、なんか寒さで固まっちゃうとかない、わかんないけど。いやいいんじゃない、マジでそれいけるじゃん、ペペのローションが。白くなナッツとかじゃないの。ペペのローション、じゃあペペ使うんだったらそれスポンサーだから横にペペって書かないといけないぞお前。ああそっか、その問題があるのか。書けばいいじゃねえかよ、浜崎あゆみのロゴマークの上にペペって。
シューッ角あってローション出てくる角の先端からローション出せやバッファローの角の先端からで後ろにハモさんじゃあ指輪のうわついてた透明で割れてたで日差し乗ってんだはい、引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、メールが届いてるんですが、うん、鶴見ロビンマスクより、メールが来ました、はいはい。まあ、鶴見ロビンマスクはあのオープニングの方の、ね、うん、メールで酒井ボブスレーだけに滑ってるぞっていう、うん、メールで酒井にディスられて、うん、その後心を入れ替えて、うん、まあ、メンバーに入れてくださいということで、うん、さっきあのね、あの体重が、ね、あの重要だということで、ね、うん、送ってきてくれました。チワス身長184センチ、うん、体重76キロっす、うん、やる気はあるっす。クソつまんねえな、おい。え、なんだそれ。いやいや、パーソナルデータをこれ送ってきてくれたんだよね。いや、パーソナルデータって言っても、いろいろほら、数字ボケみたいなのでなんかあるじゃん、いろいろ。あるでしょ。例えば、体重だったら何キロって言ってきたら、OK っていうか。でも、5億キロ。ハリウッド雑魚市長じゃん。言ってくこと、お前。いや、鶴見ロビンマスク、これに負けずにさ、もっとさ、もっとやる気をこう見せれば、やる気を見せれば、いや、やる気見せればいいんだよな。やる気見せれば全然いいから。そうだよね。今のはがっかりした。いやいや、うん。びっくりだわ、こんなか。いや、まあまあ、ここまでダメかね。いや、まだ。鶴見は、こっからね、こっからまた。ドキドキしてるわ、逆に。このままね、どうなんだろうなぁ、うん。もうこれもなんとか頑張ってね、うん、メンバーに入ってほしいけど、俺的にはね。竹野内豊より面白くないもんな、俺。竹野内豊は別にそんなにボケボケしてないっていうかな。これはひどいわ。久しぶりにこんなひどいやつ見たわ。いやいや、もう鶴見ロビンマスク、ここで諦めたらダメだから、本当にやる気あるっていうとことか、ね、まあその、あ、時代かな、オッケー。わかった。鶴見ロビンマスク、ボケメール送ってきてくれ。いつ。それでメンバー入れてもらおう。ドキドキしてんだろ。頼む。俺はあのこのやる気を本当買ってるから、監督として入ってほしいから、まあ、待ってますよ。それ見ロビンマスク、何でもいい、うん、ボケメールをお願いします。さあ、それではこちらのコーナーに参りましょう。カーゴ。我々アルコ&ピースはリスナーとレゲエのことを家族だと思っています。僕平子はお父ちゃん、酒井は兄ちゃん、そう思って接してもらいたい。このコーナーでは家族の君から本当の家族には言えない君の日常を送ってもらっています。はい、はい、じゃあ僕からいきますか。三重県ラジオネームモコポコロニョータ。お父ちゃん兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。今回はお父ちゃんとお兄ちゃんに実際にやってもらいたいことがあるんだ。いわば簡単なゲームさ。ルールは簡単。頭の中で有名な人物を思い浮かべてごらん。思い浮かべたかい？そしたら私がいくつか質問するから、はいかいいえで答えてほしい。私があなたの思い浮かべた人物を誰でも当ててみせるよ。準備はいいか？さあ、ゲームの始まりだ。あなたが思い浮かべた人物は男性ですか？いいえ。あなたが思い浮かべた人物は二十歳以上ですか？はい。あなたが思い浮かべた人物はテレビで活躍してますか？はい。あなたが思い浮かべた人物は一度でも結婚をしていますか？はい。あなたが思い浮かべた人物は一度でも映画に出演したことがありますか？はい。あなたが思い浮かべた人物はワインが大好きですか？はい。あなたが思い浮かべた人物は名字に川が入りますか？いいえ。あなたが思い浮かべた人物は名字に島が入りますか？いいえ。
あなたが思い浮かべた人物は名前がナオミですか？いいえ。あなたが思い浮かべた人物は川島ナオミですか？いいえ。あなたが思い浮かべた人物は二十歳以上ですか？はい。あなたが思い浮かべた人物はテレビで活躍していますか？はい。あなたが思い浮かべた人物は川島ナオミですか？いいえ。あなたが思い浮かべた人物は本当に人間ですか？はい。あなたが思い浮かべた人物は川島ナオミですか？いいえ。あなたが思い浮かべた人物は川島ナオミですか？いいえ。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 川島ナオミですね。はい。誘導信号みたいな。なんで人類一人しかいねえんだよ。全然当ててくんねえじゃん。よよ全然違うわ。続きまして、東京都葛飾区ラジオネーム関口優斗。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。昔僕は野球少年だった。僕が小学生の頃、母子家庭だった僕の家ではとてもミッツマングローブを買うお金なんてなかった。だからいつも素手で野球をしていた。でもお金がないのは僕も分かっていたから、ミッツマングローブ欲しいなんて絶対に言えなかったし言わなかった。でもそんな僕の気持ちはお母さんには完全に見抜かれていたらしい。それは僕は9歳の時のクリスマス、朝起きると枕元に新品のミッツマングローブが置いてあったんだ。僕は飛び起きて叫んだ。お母さん、ミッツマングローブだ。サンタさんがミッツマングローブをくれたよ。お母さんは、あらあら、よかったわね。せっかくもらったんだから大事にしなさいね。と軽く笑った。あれから15年。プロ野球選手になった僕の家のタンスには、今でもあの時のボロボロのミッツマングローブが入っているんだ。この話を徳光和夫にしたら感動して超泣いてた。お前の老いがボロボロになってタンスの中入ってんだぞと僕は思った。何？いやみんな騙されてたな。騙されたの？それもわかんないよ。何これ。怖い。なんか二重三重のトリック。北海道ラジオネーム野良ゴリラ。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。負けないこと、投げ出さないこと、逃げ出さないこと、信じ抜くこと、ためになりそうな時、それが一番大事。かつて大事マンブラザーズバンドはこう歌っていた。しかし彼らの思いは現代の若者にはもう届かない。現代の若者が大事にするのは、それはサッカーだ。奴らは寝る間を惜しんでヨーロッパサッカーを観戦し、日本代表の試合を欠かさずツイッターで実況する。そうして獲得したサッカーの知識をサークルの飲み会でひけらかすんだ。やれフィジカルだの、やれ運動量といったサッカー用語を駆使して、そして女の後輩を持ち帰って一晩中ずっこんばっこんやるんだ。これがもし卓球だったらずっこんばっこんできないですよね。インディアカだったらずっこんばっこんできないですよね。そう、この世はずっこんばっこんやることを許されているのはサッカーファンだけなんだ。だから僕はサッカーを許さない。覚えておけ。現代社会におけるサッカーの地位は今まで第一線で活躍してきた選手が築き上げてきたものだ。お前らのように適当にサッカーを見て、人前で偉そうにサッカーを語り、サッカーを餌に女を落としてずっこんばっこんやるだけの奴らには市民権など認められないことを、エータ。エータ言わねえだろそんな。結婚してるし子供もいるしさ、今そこに食いつかないでしょ。エータ、なんなの。
エータ結構ね、苦言呈してくるね。うん、ねそうだね、このラジオだと。そうなんだ。そういう感じじゃないと思うんだよね。続きまして、山形県ラジオネーム、ベネットは静かに暮らしたい。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。どうも、初めてのキスは明太子味、タミヤ次郎です。タミヤ次郎のタイムショック。誰だお前は。俺をどこに連れ去るんだ。うわー、よし、これで準備は整った。やるなら今しかない。どうも、最近のマイブームはガンダム、生島博です。生島博のスーパータイムショック。第1問、白鵬がパンティーストッキングをかぶっている様をことわざで表現すると。第2問、大悟の姉の弟の父親の父親のチンチン、さてこれは何。第3問、桂歌丸の肛門から生み出されるものはどこの名産品。第4問、視聴率 0% を叩き出したシャムシェイドの初冠番組といえば何。第5問、侍が常に持ち歩いてるのは何。第6問、ハロウィンの日に手榴弾を子供に渡すとどうなる。第7問、どうして戦争はなくならないんだろう。第8問、ここで宮崎さんの美味しいマンゴーでもいかがですか。第9問、次何問目。第10問、今10問目。第11問、野球は侍ジャパン、サッカーはザックジャパン、では乳首相撲は。第12問、あなたの心に潜む悪魔は CC ガールズのメンバーのうち誰に似ている。全問正解。しかし残念ですが、トレネードスピード。以上、最近のマイブームはガンダム、生島博士でした。タミヤ次郎さん乗っ取られちゃったの。いや、そこじゃないよ、もう。いや、そこだよ。タミヤ次郎さん楽しみしたのに。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ、つってんだよ。このシリーズ、面白いな。体力使うんだよ、これ、結構。ほんとだ、これ。東京都ラジオネーム、関口へと。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。貼るサロンパス。塗るサロンパス。歌うサロンパス。踊るサロンパス。スカウトされるサロンパス。デビューするサロンパス。芸能界に入るサロンパス。汚い大人の世界を見るミルンパス。人生に疲れ果てるサロンパス。そんな時、サロンパスを救ったのは内海みどりさんでした。え、ケロンパス。あ、フェードイン、フェードアウト。一番怖いのは最後のケロンパスよりも、急に途中、汚い大人の世界を見るパス。その後普通のサロンパスに戻ってるんだよな。ここなんだ。はい、ということでこのコーナーでは家族のあなたからのメールを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に家族と書いていただけると助かります。メールの入り口はお父ちゃん兄ちゃん聞いてほしいことがあるんだでお願いします。ロブスターのアイデンティティってなんだ。ハサミ。わくないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。元気いっぱい酒井ちゃん。このコーナーでは番組が後半に差し掛かって急に元気がなくなって子供っぽくなってしまうアルコ&ピースの酒井ちゃんが元気になるようなメールを紹介していきます。元気欲しい、元気になりたい、元気が欲しい、本当元気じゃない、いっぱいいっぱいいっぱい元気が欲しい。分かった、じゃあ行くよ、うん、
東京都ラジオネーム旦那志門。酒井ちゃん、今なら酒井ちゃんが持ってるクオカードと元木大輔の野球カード5000枚を交換してあげるよ。だっていっぱい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 元気が欲しいって言ってるのに。だからいっぱい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 元気が欲しいって言ってるのに。だから元木大輔のプロ野球カード5000枚、クオカードで交換してくれんだって。いっぱい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 元気が欲しいって言ってんのに。危ない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 。次行こう次行こう。ラジオネームクジラ探し。酒井ちゃんおめでとう、うん。富山県の人たちが許してくれるってさ。元気じゃない。なんで。なんで富山県の人だけだろ。え、なんかしたんじゃないの。俺なんかしたっけな。なんかしたっけな。許し、許すって。あ、そっか。許すって。許すってよ。元気じゃない。どうして。で富山県のだけは全国の人に許してほしい。本当。いっぱい欲しい、元気がいっぱい欲しい。京都市ラジオネームういろう。酒井ちゃん、東の空に見えるあの星って、うん、なんていう名前だったっけ。東の空に見える星、うん、ディ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 午前2時、元気じゃない、元気じゃないよ。いや違うよ、だから なんていう星だっけって。なんていう星、東の空に見える星が、なんて星だっけって、うんうんうん、なんか一等星。一等星。元気じゃない。今のは自分が悪いんでしょ。元気じゃない。自分が悪いんだよ。元気が欲しいよ。なあ、もうじゃあ次ね。いっぱいいっぱい元気欲しい。分かった分かった分かった。ラジオネームカラスくん。酒井ちゃん、そろそろ赤いウインナーのつかみ取りの季節だね。あ、楽しみだね。赤いウインナー。何、あれ？あれ？元気いっぱい酒井ちゃん。え？何？その季節だ。いや、俺もう境目が分かんなくなってきちゃった。やったね。ね。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい、今日は有楽町発のボブスレーチームを作ろうと題して、ソチオリンピックに出場できるメンバーを探しております。はい。はい。メールが来てますかね、はい、今メンバーが、ドライバー酒井、うん、セカンドマン田村 R、うん、サードマンバスケットカウント、はいはい、ブレーカー久志、補欠で反町隆史、うん、竹野内豊っていうメンバーですね。でソリーが、ソリーが角がついてて、その先からペペのローションが出て滑りやすくなって浜崎あゆみのロゴマークが入ってて、スケルトンでウォシュレットがついてて、ウーファーを備えてる。化け物じゃん、これも。モンスターハンターとかの、結構後半の方の化け物じゃん。メール来てますよ。あ、これは、ソリのメールですね。ラジオネーム、エアコン。ボブスレーの先端に火炎放射器を取り付ければ、前方の奴らを焼き殺せるので最高です。これ。火炎放射器、前方の奴らを焼くって言ったら、ボブスレー、前方とか追っかけるとか、タイムできそうから、ローション出て、別のから、ローション焼けちゃう。カピカピになるやろ。ラジオネーム、春日部官房長官。キャタピラーをつけて、前方は大砲をつけましょう。そこからローション発射で無敵。だから、発射しても、前方に敵いねえから、さっきは滑るっていうことでね、ローション出すって言ったんだけど、発射してもしょうがねえの。ラジオネーム、秋瓶キラリ。戦闘機用カタパルト装着で、スタートダッシュで差をつけれる。まあそういうのはね、カタパルトはまあいいんじゃない、わかんないけど、戦闘機用。ラジオネーム池、羽つけましょうよ羽を、
で、上空からサッパーブタンを投下すれば圧勝ですよ。だから、タイムを競うんだからよ。タイム競うんだから、上空に行ってもダメだし、サッパーブタン落としても、別に、なんもねえからさ。そう言って。一応じゃあこれもうメンバー揃って、ソリも一応完成ということで。完成でいいの？一応まあいいんじゃないですか。ちょっと改めてメンバーとソリおさらいしましょうか。はいはいはい、ドライバー酒井、セカンドマン田村 R、サードンバスケットカウント、ブレーカー久志、リザーバーでソリ町隆と竹野中隆。ソリこれもうややこしくなってんな。角が生えてて、そこからローションが出て、火炎放射器がついてて、スケルトンで、もういいよ。もう翼ついてて、もういいわ。ナパームダンが、ボブスレーじゃねえよ。いや、鶴見間に合わなかったな。そうだな。間に合わないのかな。みんな驚くかもね。有楽町生まれのボブスレーチーム。ボブスレーチーム。俺その、俺、有楽町のとこが早くなるよりも、ボブスレーチームが早くなるのがムカつくわ。だんだんムカついてきた。じゃあそろそろちょっとレースやりましょうよ。レースっていうか、そのコースはとか、そもそも何のレースか、その何の選考会かっていうのもあるからね。いやでも本当この記録でオリンピックに出るか決まりますから、ちょっと、準備運動でもちょっと、いや、だから壊れんでしょ、ソリが、最終的に。いや、ちょっとちゃんと、入念。あれ、あ何あ何いってこれ言ってるっぽいな、これ。何痛い。何言ってるって。いや、ちょっと、肩、脱臼したっぽい、これ。いって。何ちょっとこれ無理だわ。ダメだ、これ。ちょっと平子さん。何俺の代わりに。やだよ、もう。やだよ。いや、俺の代わりに、ちょっと平子さん、マジで。うわぁ、それ読めなかったわ。ちょっと、レースにちょっと参加してくれないですか、僕。やだよ、いいよ。だって乗ったって、ソリ壊れるじゃん、どうせ。いや、平子さん。何ちょっと俺たちの夢叶えてくれよ、ちょっと。やだよ、だって脱臼してねえじゃん、自分で乗りゃいいじゃん。いや、平子さんやってくれ、俺も。いいよ。完全にこれ行っちゃってる。行っちゃってるじゃん。平子さんがやってくんないと。頼むよ、平子さん、マジで。じゃあ、いいよ、乗るよ、じゃあ。決まってたんだろ脱臼も。な出来だろそう来なくちゃ、平子さん。そう来なくちゃじゃないよ。でもほんと、申し訳ない。じゃあ、平子さん、この。ヘルメットかぶって。メットはいいよ。やんのよ。ヘッドホンかけらんなくなるだろう、メット。これ、今ここにあるから。いいよ、なんかしないけど俺の方にもあるよ、これ、なんかメット。これ俺のだろう、これ多分、うん。ちょっと俺たちらしい走り見せようよ。知らないよ、もう。もう、ヘッドホンかけらんないし、もうめんどくさい。なんなん、これ。もう何今回じゃあもうコースに乗ってるっていう状況なのね。コースの、うん、準備はいい？じゃあ、平子さん、オッケー。わかんないけど。うん、行くよ、うん。リズムに乗って風を切れ突っ走れボブスレータイムクーランニングいけー早いなぁ。なぁ。なぁこうなんだろ壊れたんだろなぁ。なぁって。おい、無視すんなよ。おい、無視はすんなよ、お前。やめろって、お前、無視はすんな。なあ決まってたんだろお前、無視すんなよ、責任取れよ。なんだよ。どうすんだよ、これ。どうすんの、これ。クーラーニングこれ、警察に言おう。マジで。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、あっという間ですが、そろそろお別れのお時間です。メール来てますよ、はい。茨城県のラジオネーム、インテリスタ、うん。バスケットカウントさんと田村 R さんは無事なんですか？どうなの？え？バスケットカウントと田村 R？ うん、一緒に乗ってたじゃん。はいはいはい。無事、全然無事です。いや、ドーンってなったからさ。なんとか命からがら
え、どっち？どっちなの？バスケットカウントのサムラールはなんとか今治療中。治療中。治療中です。あ、本当。バスケット、うん。久しは？久しだけがちょっと。なんでだよ。でだ間に合わなかったんだよね、ちょっと久しぶり。間に合わないってどういうことだよ。ゴブズレのレースで。ぶつかって間に合わないってなんだよ。ねえ、うん、ボケメールを送ってきてもらってさ、はいはいはい、それでどうにかのレギュラーの座を獲得してくれって言ったら、鶴見ロビンマスク、はいはい、なんかメールは来たみたいなんだけど、さっき酒井がちらっと2通ほど目を通して、はい、読まなくていいっていう判断を、これは見てないんだけど。うん、ちょっとこれは。え、なんだ、せっかくボケメールをさ、目通して見して、うん。やっぱちょっとね、まだ、あれなのかもしれない、もしかしたら。もうちょっとね、どうですか？うん、いや、でも、心意気は買いたいよ。これ2、2通も送ってきてくれたからさ。1通行こうよ、1通。いや、いや、いい。福田。いい、作家だろ、お前だって。俺読むぞ、俺は読むぞ。いや、いい。俺は読む。ラジオも、あ、取れないよ。あ、読む。あら、ラジオネーム鶴見ロビンマスク、シワス、第一形態は76キロですが、第二形態は6億キログラムです。自分やる気は誰にも負けないっす。そう、心意気、心意気、心意気。それしか言ってない。この心意気だよ、大事大事大事。これこれ、みんなも初心をちょっと思い出せよ。記録と来ちゃった。はい、ということで番組にメールをください。質問報告何でも OK です。コーナーは元気いっぱい酒井ちゃん、家族アルコ&ピースの1週間、そして安藤ロイドごちそうさん、あとポッドキャストもやってるので興味がある方はぜひ、詳しくは番組のホームページをチェックしてみてください、はい、いやもう俺は最後に大きな心意気もらって有意義な会になったね。ああ、でもオープニングはちょっとやっぱこいつのせいだったな。ふざけんなよお前。はい、ここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太と島田秀平でした。